どうですか？あ、爽やか。さあ、今日はね、スペシャルゲストのね、じゃじゃん。ね、経験値がやっぱ違うんでね、まったりね。あ、まったりですか、今日。大きな空いてないんで、まったり。あ、まったり系でね、安心していきますよ。今日どうします？自分は行くんですか？自分はもう一切やらない。一切やらないですけど。そうですよね。経験のあれで、もう何年ぐらいですか？30年ぐらいですか、スノーボード歴。20年、20年ぐらい。あ、20年。お疲れです。ありがとうございます。どもりが出そうなんでね、今日はピック開けないとね。1月ですよ。1月でもうね、土が出ちゃうっていうね。僕大踊り得意なんでね、もう下からシャーってたまにピン、はい、外れちゃうんですけど。あ、やめて。いやー、ちょっとあかねさん聞いてくださいよね。今日ね、朝ね、スーさんとちょっと喋ってたんですよ、登録者数について。いつころさんね、今年冬入ってから、まあ大体200人ぐらい増えましたと、ちょっと少ないとね。みんな始めたからちょっと少ないですね。少ないですか？再生数も。はい。なんとね、柴犬はですね、5人なんですよ。ちょっと2回目だとあれですね。ちょっと2回目だとインパクトがなんか。スーさんだって今日あれだよ。行ってたもん。スイッチ B9 とフロント10やりたいな。やばいね。開けばやるんですけど。開かない。僕じゃあ行ってきますよ。いや。じゃあこんなピーカーなのに気分落ちることない。いや、行きましょう。よ、さすが。さすがですね。はい。もう全決めでしたね。全立ち。まあそうっすね。はい、いや、去年の僕、一昨年の11月から始めたんですよ。はいはい、ああ、ちょっと遅いですね。そうそう。で、ね、父さんさ、鼻と口しか。え、あ、そういうことですか？そういうこと？いや、僕ね、内容には自信があるんですよ。内容？はい、喋り。喋り。うん、もうどのスノーボード系 YouTuber より僕は滑りはもう自信はないですよ。滑りなんてね、そんなタイガとか見ましたよね。見た。もうあんなに叶うわけないですよ。僕はバラエティで行きたいんですよ。だってもう今 95% 今この動画ボツなんですけど、このチャンネルではですね、はい、採用なんですよ。そういうこと。いや、これね、この動画神回じゃないですか。